ベラフロンスは、白亜紀後期、現在のメキシコに生息していた、ランベオサウルス赤のハドロサウルス類恐竜の属である。ほぼ妖体の完全頭骨と部分的な骨格が知られており、額には、個室のさかがあった。化石は、メキシコ、コアウイラ州リンコンコロラド近郊のセロデル、プエベロ類層の上部白亜系カンパニア海の地層から、発見された。 コロタイプ標本は CBC-59 でタイプ種は v c o e v i d e である。ベラフロンスはコリトサウルスやヒパクロサウルスの容体の標本にとてもよく似ており、ゲイツらによる元気祭論文での系統解析ではコリトサウルス属とされた。頭骨が他の属の同じ成長段階のものより大きく、生態でのトサカは小さいかあるいは成長パターンが異なるものであったか。 もしくは、生態のベラフロンスは、他のランビオサウルス赤の属より大きかった可能性がある。平均的なサイズより大きなものは、メキシコのハドロサウルス類であるクリタソリス SP やランビソリスラッテコーダスにも見られる。他のハドロサウルス類と同じように、草食動物であったようだ。ありがとうございます。